最新スポット情報初めて聞くけどそれ。いやそうですよ、今回はねちょっとホーチミン周辺にできた新都市をご紹介したいと思います。どこの都市かというと、ビンズ新都市です。これね、はい、前不動産情報で紹介してるのよ。前回ってのは2022年5月。調べてきた、調べてきました。もう何年、15年ぐらい経ってない、経ってない、経ってない、経ってないよ、経ってない。もう記憶バカなってるで。犬の年齢で言ってしまった。犬の年齢か知らんけど。いやでも2年ぐらい経ってるわけでしょ、はい、めちゃめちゃ変わってるっていう噂なの。はいはい、いろんなものができて便利な街になってると、はい、で日本人の方と工場とかね、あちらの方にあるんで、日本人の方が住むのも便利な街になってるんじゃないかということで、皆さんに今回紹介したいと思います。はい、今回はこのニトリさんが新しくできたということで、はい、2024年3月末まで、はい、まあ、特別にこう無料シャトルバスが出ているという、運んでいただけるんですよ、はい、ありがたいですよ。それに乗って行ってまいりますね、はい、レッツゴー。はい、来ました、光到着。はい、来ました。ちょっとめちゃくちゃ変わってんだけど。7年前とか8年前ぐらいにそのサスケのそのテレビ撮影で来た時に、はい、ここでもうサスケのねセットがすごかったよね。サスケ跡地よ。あん時はもう全然何もなかったよ、うん、悟空とベジータが戦ってるような荒野みたいな感じだったよ。もうそこにこんな出来上がってるとは知らんかったわ、はい、まあ、正直ね俺だけでは不安なのよ。いやいや俺も不安よそこで、うん、あのここのねことを熟知されてる方をお呼びしました。はい、ベカメックス東急の酒井さんとベカメックス東急バスの太田さんです。お願いします。お願いします。お願いします。こんにちは。はい、よろしくお願いします。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 いやもう変わりましたね。はい、変わりました。あのいつぐらいからいらしてるんですか。もう私2年半前に来まして、はい、2年半前に、2年半前に来た時からこの街の様子はガラリと、はい、あのだいぶ充実してきました ね、 ね、はい、太田さんいつごろ。私はもう1年と3ヶ月ぐらいです。あ、へえ。で、まあ、ここの開発をやりつつ、まあ、バスの運行というかそういったものを、はい、へえ。ね、飲食店もまずめちゃめちゃ入りましたよね。はい、この光のエリアで飲食店が11店舗、はいはい、レストランとカフェで、はい、あります、はい、それともともと運営していた、はい、フードコートがありまして、はいはい、合わせて20店舗ぐらい今あるような状態です。すごい。ビンズにお住まいの方はわざわざホーチミン市まで行かなくてもバルのチョコレート買ってお土産でそのままタンソンニャット行ったり行けるわけよ、うん、ですよね。はい、最高やん。いやいや、でもね、はい、ホテルバスもあるんですもんね、ホーチミンに行ったり行ったりする、はい、あくまでも、まあ、サービスアパートメントご利用の方向けの、はい、ですけど、その定期便みたいな形で走らせて、はい、走らせてます。あ、へえ。で、今回はね、特別に我々はその2月と3月の特別運行便に乗せていただいて、はい、ここまで来れたんですけれども、はい、いや、これからこうどう変わっていくとかありますか、うん、そのこの街が。はい、この街まだまだ、はい、発展の途中にありますので、はい、こういった飲食店もそうですし、はい、ショッピングセンターも去年オープンしまして、お買い物もできる、飲食もできる、生活しやすい街になってきました。これからもっともっと充実していきますので、はい、お楽しみに。ちょっと硬いですね。ちょっと緊張してますなんか台本覚えてきたかのような。俺にはそのいいなと思いますよ本当、はい、しっかりなんか伝えたいという気持ちが出てる。あ、そう、この光もそうだし、他の、もう一個もあるんですよね、新しくできた空の方も、はい、そのイオンさんだったりとか、はい、まあ、ニトリさん、ニトリベトナム初出店、はい、初出店ですよ、はい、まあ、そちらの方はね、また別の動画でこうニトリさんをご案内することは作るんですけれども、今回ちょっとじゃあ見て、はい、中行きましょう。中行ってみましょう。はい、はい、お願いします。レッツゴー。光と、はい、まあ、これから向かう空川線支援で、はい、粒バス、無料シャトルバスをね、はい、行ってますんで。あ、ここと繋いでるんですね。あ、これがキャラクターなんですか。風ちゃんでございます。風ちゃん、風ちゃん、風に乗って運んでいくよという、はい、本当ですか。いや、そういうことですよね。そう、よくご存知で、ね、そういうことなのよ、本当。東京、ベカメックス東京バスはい、ベカメックス東京でも働いております、はい、ここ変えといてください、エナセットさんじゃなくてベカメックスさんに変えといてください
デカメックス東急バスでは3種類ですかね、はい、バス運行してまして、はいはいはい、この街の中の誰でも自由に乗れて、はい、無料で運行しているシャトルバス、はい、55シャトルバスというものがあるのと、もう一つは、はい、路線バスですね、はいはい、有料で、番号が振ってあってっていうような、はい、いわゆる路線バスの同じように系統番号があるあ、はい、なるほど、運行もう本当に日本の東急さんと同じような感じですよね。その、はい、街も作ってバスもそういうね、日本式を、まあ、ベトナム用に持ってきたって感じですね。それから住民の方専用での、はい、シャトルバスをホーチミンに出していたりですとか、はい、それと同じような形で、はい、誰でもと言いますか、まあ、社員旅行とか、はい、いろんな目的でチャーターバスを運行することもできますので、はい、いやすごいフレキシブルに対応できるんですね。はい、いろいろやってます。すごい、ここがね、はい、もうだって噴水もさ、やっぱ子供たちが遊べるスペースになるじゃん、こういうのが、うん、ここでレストラン11店舗の中で、はい、まあ、特にコンセプトを、はい、大事にしたお店、サマーレストランやっていただいてまして、はい、ピザフォーピースさんなんかもホチミンにもいっぱいお店ありますけれども、はい、ここではすごく店内にガーデンがあったりですとか、うんうんうん、吹き抜けの気持ちいい空間なんかありますので、後ほど少し見てみます。いやだっておしゃれっすもん、はい、もう全部の作りがおしゃれ。この施設全体でですね、はい、光で去年ベトナムの建築賞の周囲賞というものも取得しておりまして、はい、すごく国内外の方々からここでやっているコンセプトと建築と両方ともすごく注目していただいています。へー、すげえ。この光の中でやっているサステナブルコンセプトについて少し紹介させていただいてもいいですか。取り組みを3つこの中で行っておりまして、はい、1つがアクアポニクスという水耕栽培、植物の水耕栽培とお魚を育てる池の組み合わせの取り組み、はい、後ほどお魚を見ながら少し、はいはい、体験していただくことができます、はい、ともう1つはエディブルランドスケープと申しまして、はい、食べられる植物をこの館内に植えています。あちらにはバナナ の、はい、木がありまして、本当だ、バナナなってる、はい、青い状態ですね、今実がなっているんですが、あれが熟れてくるともちもちっとした美味しいバナナになります。これサボチェっていう柿みたいな果物なんです。はい、これも実がなってね、はい、そうなんです。これはすごく甘いジューシーな果物です。これって誰が管理してるんですか。はい、これはベカメックス東急で管理をしていまして、はい、でイベントですとかワークショップで、はい、お子さんにもぎっていただいたり食べていただいたりというような企画で、はい、楽しんでいただいています。3つ目の取り組みとしては、はい、こういったレストランさんですとかカフェさんで出てくる食品廃棄物ですね、はい、野菜の皮とか、はい、果物の皮とかピザフォーピースさんで出てくるようなピザの生地とか、はい、そういったものを、はい、堆肥にしてコンポストにしているというような取り組みをしています。なるほど、だからそういう全部回してるわけですね、食物連鎖というか、はい、そうなんです。はあ、この街の、はい、まあ、すごく中心の中にあるので、はい、その象徴としてすごく環境にも配慮しながら、はい、という取り組みにチャレンジしているという状況です。すごいですよ、はい、もうなんか悪いところがない。あ、悪いところ探そうとしてる。そう、悪い、やっぱ人間の、ね、悪いところの方が面白いんだから。ほんとでもすごいね、ほんと大使を恥に追いやるな。いやいや、他の方が映るから。お前はこれ見て、ここ、はい、いや、お前はこのもうレセプションのこれの向こうだよ、お前な。そっちに入れてくれよ、俺も。ホーピースさんね、こういう食育みたいなこともやられてるから、ここでもそれが体験できるみたいです、魚の餌やり。この餌ちょっと匂ってみて、その袋越しでいいから。え、あ、何、パンの匂いみたいな。ピザ生地というかさ、オーガニックの、まあ、食べ物だから魚にもいいっていうね。そう、だから俺らが食べてるものと一緒ってことでしょ。すごい、俺らが食べ、ね、ピザとか作る過程で出てきたそのものを再利用して餌にしてるでしょ。すごいわ、そういうさ、やっぱなんかトータルで楽しめるみたいなこともこの光に来て体験できることですよ。やってみます。あ、でも普通の、どうよ、鯉の餌みたいな。そうね、
行くぜ。おれー、おれー、かい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 。ちょっと、なんで奪い取るんだよ、お父さんの。来た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 。あげるじゃん。みんなお腹空いてる。で、ここは一望できますね。はい、ここ。すげえ。めっちゃすごい。これ光とこうどういったこう街の展開になっていってるんですか、この。はい。はい。ビンズン新都市の中に3つのエリアがありまして、はいはい、1つがソラガーデンズ SC が最近オープンしました、はい、ソラガーデンズエリア。はい。ここが真ん中にあります光という飲食エリア、はいはいはい、でさらに先にはですね、はい、住宅が充実しています、はい、緑パークというエリア。ああ、前不動産で撮ったところが緑パーク。へえ。緑パークのエリアではですね、はい、竣工する予定の緑パークザグローリーという住宅もございます。はいはい。物件の方もね、そちらで住んで、で、まあ、いろんな飲食だったり買い物だったりが分かれてこうあると。で、まあ、バスもこう行ってるわけですもんね。はい。素敵やん。はい。住宅がどんどん出来上がってきて、はいはい、で、お買い物ができたり、はい、お食事ができたりするような商業のエリアも今充実してきて、はい、さらにですね、サッカースクールですとか、こういったバス事業ですとか、生活に必要な機能がどん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 充実してきているというようなエリアです。そっか、フロンターレさんのサッカースクールやってますね。はい。そうだ、もうマジで住むしかねえわ。東京が、まあ、ホーチミン市だとすると、まあ、ここがどういったこう街づくりになっていく感じなんですか、今後。はい、ホーチミンが東京だとしたら、ここ横浜みたいなイメージで、海ないですけど、はい、なるほどね。はい、しっかりと住環境が整っていて、しかもニュータウンですので、うん、ゴミゴミ感とかなくって、もう本当に一から綺麗にみんなで作っていく街というようなところです。一度お待ちしております。はい、やってきました、ソラガーデンに風ちゃんに乗せられて。いや全然違う、めちゃくちゃ変わってるね。え、こんなんじゃなかったよ。いや、そうだよ。ソラガーデン1、2を紹介したよね、うん、不動産情報で紹介して、この裏側はもう何もなかったのに。そう、原っぱでした。出来上がってるよ。すげえな、ここだから4スーパー入ってるし、で ABC マート、ユニクロ、もう何でもよ。そうよ。日系のものたくさん入ってる。一番驚き、ニトリさんが来た。はい。来たぞ。ベタノマ初出店ですよ。ね。マジでみんな街に望んでたもん。街に望んでた。街に待った。過ごしやすい街に変わってます。いや、ビンズンが本当そうだね。だから今まではさ、買い物とか大変だみたいな、うん、ホーチミン市まで行かないとみたいな、ね、そうね、だったけども、関係ないよ、行く必要ないよ、ここでね、収まるもんね。収まる。すごい、飲食も増えたし、その買い物も増えた、うん、で、あとはもうサッカーとかもさ、できる、その川崎フロンターレさんが教えてるサッカークラブもありますし、あ、最高やん。で、何が一番違うってさ、静か。そうよ、だって来るとき、今から行きまーす、ビビ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 ってやられてたんよ。行きたいと思います。ないね、自然も多いしさ、空気も綺麗でね、過ごしやすい。はい。これだからね、暮らすのもいいし、不動産買うのもいいと思う。そうね。だってソラガーデンの3も竣工予定で、うん、で、グローリーとかも立ちますし、そういった都市開発もどんどんされていく。ビンズエリアがまさに横浜になろうとしてるわけですよ。あー、すごい。これから、これからですよ。もう気になった方はね、Nアセットさんの物件情報見てみてください。そちらで購入もね、ご検討いただけますし、まあ住むね、賃貸の方もたくさんありますんで、そちらの方でご覧ください。そしてホーチミン市にお住まいの方も、週末になんか遊びに来るなりしてね、まあ、自然を感じながらお買い物して、子供たちとご飯食べたりとか、うん、いいと思いますんで、ぜひビンズの方に足を運んでみてください。それでは以上、ベトナム最新スポット情報でした。また次回お会いしましょう。さよなら。